海上自衛隊の次期潜水艦建造計画が進んでいますが、データなどは非公開です。当然といえば当然ですが、スペックはどんなものなのかな？と考えてしまうこともあります。今回は、次期潜水艦の性能について見ていきたいと思います。潜航深度が深くなれば、隠密性は高まりますが、浅い海域でも、機動力は、やはり必要ですよね。そのためには、機関である、電池の性能次第ということになるのではないでしょうか。VSL 搭載潜水艦が、現実味を帯びる中、潜水艦数もまた問題に、原子力を、採用との専門家もいますが、次世代燃料電池に期待したいですね。2021年現在、海自が保有している最新鋭潜水艦といえば太平洋型ですね。一番艦太平波2020年10月に進水、2022年3月、収益になっています。二番艦は、クゲイが2021年10月に進水、2023年3月収益予定ですから、配備は、これからということになります。太平型は、前級の、そう、流型のデザインを機構的にも踏襲した、潜水艦と言えましょう。特に、そう、流型ラストの2隻、11番艦欧竜と、12番艦東竜の正常進化版と位置づけられるものらしいです。機関部の構成も同様ということからも、この事実が伺えます。欧竜、東竜と同じく、太平洋型も、機関として、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦です。データで、覇王竜が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅が 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力は5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットのスピードと見られています。一方の太平洋型ですが、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅が 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットのスピードが予測されているのですが、一目瞭然、すべての数字が似通っていますね。こういったデータを見た場合、面白いことに気がつきます。実は、そう、流型1番艦から、10番艦までの10隻は、軸出力は8000馬力ほどもあったのです。つまり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関、鉛製バッテリーと発電機の組み合わせだった頃は、現在より、数値の上では高かったのです。しかし、そういったカタログ数値以上に重視されていることがあります。機関構成のシンプル化と、艦内スペースの増加、鉛製に比べて高速充電可能となり、持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用によって、実際の運用上効率は勝るとも劣らないと言われているのです。馬力が落ちても、他の要素で取り返すということでしょうか。とはいえ、この比較は、あくまでも、今までの海上自衛隊の通常動力型潜水艦と話です。他の国の原子力推進潜水艦と比べたら、出力やそこから生み出される水中速度等では劣ってしまうことは、残念ながら避けられない事実と言えましょう。原子力推進型潜水艦の水中速力は、だいたい30ノット以上と見られています。通常動力型潜水艦では、世界でも最高水準と考えられている、海自の太平洋型や双竜型の速度と比べると、およそ 1.5 倍以上の数字を叩き出しているわけですから、
運用目的や用途はおのずとが異なってくるのが当然でしょう。前述のように原潜は水中速力と長時間の潜航航行が可能です。敵の原子力潜水艦に対して日本の潜水艦の取る戦術は特定海域での待ち伏せであり、俗にチョークポイント、チョケ、ポイント、制海権を握るために重要な海上水路と呼ばれる地点に潜んで敵艦の行動を妨害するものと思われます。つまりこちらから撃って出ることはしないというわけです。特に海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦は対地攻撃用のミサイル等の兵装を実装していますが、こちらは対艦攻撃用の兵装のみの実装ですから、待ち伏せ戦術の傾向がより強くなっていくことが予想されるのです。韓国の国産潜水艦の島山安正弘級初期型バッチ1の場合は通常動力型ですが、潜水艦発射型の VLS を6機搭載して攻撃型潜水艦の範疇に含まれる潜水艦でもあり、同時に対地攻撃能力の獲得を目指しているらしいと言われます。何度も言いますが、こうした他国の潜水艦とは違って海自の潜水艦は純粋に敵潜水艦を含む追艦攻撃に特化した艦艇ですから、傭兵思想そのものが日本領海防衛に限定されているということを再度考慮する必要があるのではないでしょうか。2020年に大芸伊賀進水式を迎えるまで潜水艦の推進方式に従来のプロペラによるスクリュー式ではなくウォータージェットあるいポンプジェットと呼ばれる推進方式を採用すべきという意見が一部にありました。確かにウォータージェット推進方式は一部の国の潜水艦に採用されています。例えばアメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレイ級などですが、これらの潜水艦は全て原子力推進型の艦艇なのです。潜水艦以外にもウォータージェット推進方式は採用されています。例としてはレジャー用小型水上バイクや22ノットを超える高速船の一部などにも取り入れられていますし、水上艦では40ノット以上のスピードを発揮する艦艇もあるそうです。ウォータージェット推進方式は搭載している艦艇が接する周囲の水を一旦吸い上げた上で高圧ポンプを動力源にして噴射して進む方式ですが、物理的効率はスクリュー式よりも低いので燃費が悪い方式でもあるのです。燃費の悪さというデメリットはあるにしても、前述したように一部の原子力推進型潜水艦がウォータージェット推進を採用している理由は、原子力という動力源が大きな影響力を持ち、一般の通常動力型潜水艦とは比べ物にならないほどの出力を生み出すからです。別の意味で言えば、原子力を持たなければウォータージェット推進方式はあまり効果がないということになるのかもしれません。改めて確認ですが、日本には原子力推進型の潜水艦はありません。にもかかわらず大芸伊賀にウォータージェット推進が採用されるかのような噂がネット上にレフした背景を探ると、2019年令和元年に千葉県の幕張メッセで開催されたメートル AST アジア2019という展示会の影響があったのではないかと考えられるのです。メートル AST アジア2019で海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーである三菱重工業者は、将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しました。その中にウォータージェット推進の採用が盛り込まれていたのです。この時に三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも
次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージをアピールすることが目的だったのでしょう。しかし、これを見た気の早い一部の人が、双竜型に続く新型潜水艦に、ウォータージェット推進が採用されると、早合点してしまったようなのです。この当時、潜水艦の名前は決定していませんでしたし、タイゲイ型という名称も、未定な新型潜水艦でしたが、一番艦タイゲイ派前年の2018年3月には寄港されてたので、次世代潜水艦という表現には、そもそも合致しないのですね。ですから、このイメージ図を、本来的な意味で、次世代潜水艦だと解釈しても、建造が始まっているタイゲイ型ではなく、それ以降の潜水艦と考えるのが順当な判断だと思われます。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向をノズルの向きで変更できるので、舵が不要ですし、高速度を実現できるというメリットもありますから、潜水艦に実装すれば有利ということは、疑いようのない事実でしょう。しかし、一般的には、25ノットまでの速度域では、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率に対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないと言われています。2つの方式のエネルギー効率は、30ノットの速度を超える時点で逆転するとされていますから、最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度20ノットほどの日本の潜水艦では、30ノットに達するのは、かなり難しいと思われるのです。今後、リチウムイオンバッテリーが、さらに進化して全固体化となれば、そこで得られるパワーによって、現行の水中速力を20ノットから、アップさせる可能性も考えられますが、1.5 倍にもなる30ノットの実現にはかなりハードルが高いと推測されます。そういった課題を考えると、日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進方式を採用してもメリットはないでしょう。つまり、抜本的な技術革新が実現されない限り、ウォータージェット推進が実装されることはないと思われるのです。戦略型通常動力 VSL 搭載潜水艦が現実味を帯びてきましたね。三菱重工神戸造船所で、タイゲイ型潜水艦3番艦の進水式を行われ、ジンゲイ潜水艦が誕生しました。今回は、このジンゲイ、潜水艦を詳しく見ていきますね。やはり注目は電池システムですよね。大電流時代に、ぴったりの高性能にアップデートされています。ディーゼルエンジンとのハイブリッドで充電時間の短縮が今後の課題となるでしょう。ですが、早い充電になってますよ。将来は水素エンジンで水素を同時に作り出すシステムになるのかも気になりますよね。限界を超えますね、この水素システム。海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、タイゲイ型のネームシップで、1番艦のタイゲイを就役させていたが、
この10月12日に建造中の同3番艦を浸水させ、ジンゲイと命名する式典を執り行った。今後も、竣工に向けた準備が進められるジンゲイだが、この艦名は、漢字では、新クジラと書き、大海原を飼育するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっている。ちなみに、タイゲイ型の2番艦のワクゲイは、昨年2021年の10月にすでに浸水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも1年に一隻の新造と収益のサイクルを遵守していることも述べておくべきだろう。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた潜水艦隊22体制の構築は、1番艦のタイゲイが収益を迎えた2022年3月時点で予定数に到達しているため、今後は前々級の親潮型が順送りに退役を迎えると考えられる。もともと16隻体制から22隻体制へと中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた海上自衛隊の潜水艦隊だが、今後の情勢以下ではさらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等としてと留め置かれる可能性が高いと想定される。現在、こうした海上自衛隊の潜水艦を建造可能な造船所は2社、2箇所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば、すべての潜水艦が神戸から生み出されている状態である。今回のジンゲイは、三菱重工業者の神戸造船所が建造を担当しているが、川崎重工業者と交互に新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できている。潜水艦に限らず、自国でこうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも、大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろう。その意味では、他国の通常の軍隊以上に、仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある、専守防衛という括りから、大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが、世界的に見て、汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つ。さて、タイゲイ型3番艦のジンゲイだが、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって、未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが、公に示されている主な仕様である。タイゲイ型は、基本的に前級となった、そう、流型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えている。これを見れば、タイゲイ型は、双流型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うが、全体が、そう、流型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は、次の艦級まで持ち越すことが有力視されている。タイゲイ型の推進方式は、そう、流型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているが、このリチウムイオン蓄電池の搭載を最初から前提とした初めての設計艦だと言える。このリチウムイオン蓄電池は日本の GS 湯浅社が手掛けたものだが、この搭載を当初より前提に建造されたタイゲイ型では
その大電流を継続的に急速充電が可能な性能によって新型のシュノーケル発電システムを実用化させた。この新型のシュノーケル発電システムによって、タイゲイ型は、従来の潜水艦よりも、潜航航行の長時間化、ひいては、これが、作戦行動半径の増大に寄与していると召されているが、詳細は伏せられており、具体的な数値までは示すことができない。ただし、タイゲイ型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組合輪の機関を搭載する、前級の、そう、竜型の後期の2艦の速力は、水上13ノット、水中18ノットほどとされており、タイゲイ型も、これと大きな差はないだろう。そのため、他国の機関部に、原子力推進を採用している原子力潜水艦が、軒並み、水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかにタイゲイ型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で互いする性能とは言い難い。原子力潜水艦には戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と、敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の二つに大きく分けられるが、いずれも、高出力の原子力推進機器艦を搭載するため、通常動力型より、はるかに高速度である。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は、速度においては顕著であるため、日本も、いずれは、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという、主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比して、その声も増加してきたと感じられる。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年に、オーカスの締結で、オーストラリアがこれに加わることが確実になってはいる。確かに、これらの攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用する国の中で、日本は、ロシア、中国という、二大仮想敵国と対峙している状態であり、今後、ますます増強が予想される中国海軍に対しては、その採用も、視野に入れた検討は必要であろう。ただし、中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって、攻撃型の原子力潜水艦を、アメリカもしくはイギリスから、調達、及び、自国建造を行うと、表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も、具体的な潜水艦の特定には至っていない。アメリカを選択した場合には、バージニア級、イギリスを選択した場合には、アスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるが、自国に必要な数以上の建造は、すぐには困難なようだ。その上で、さらに、オーストラリアは、島嶼群を除いて、自国内での建造を前提に、この計画を進めようとしている模様だが、一から建造に必要な、設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益はかなり難しいと思える。日本でも原子力推進というだけで、建造にアレルギー反応を示すような風潮は、以前と比すれば、減少したことは好ましいと思える反面、手掛けたことのない原子力潜水艦を建造し維持していくためには、費用的、機関的な問題を整理することが急務だろう。ちなみに、攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している、現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも、必須の艦艇ともなっている。まあ、ロシアが航空母艦を保有しているとは言っても、
1990年に就役した、今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は、単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが、実情かもしれない。日本の海上自衛隊でも出雲、片護衛艦を航空母艦化する改修が進められているが、これらは、遠征を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には、通常動力型潜水艦では、随伴は、不可能なため、何らかの対策は必須となるだろう。日本政府が VSL 搭載実験潜水艦の建造正式発表し、海上自衛隊の潜水艦配備計画が拡大化しています。今回は海上自衛隊で原子力潜水艦を保有、建造するかという話を詳しく考察していきますね。原潜建造費に3000億円で大芸、潜水艦約900億円、VSL 搭載潜水艦が、その上、1000億円とすると、3隻ほど建造できます。世界最強の戦略型潜水艦通常動力版を、建造でだ、スペックダウンした潜水艦を売るなんてできたらいいですけど。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは、政治、財政的に、国家レベルの支援が必要だと述べたという。この発言は、アメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りに、その言葉を受け取るならば、日本が、すでに、原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまう。現状では、2022年12月の閣議決定で、安保関連3文書、改定の上、承認したことで、防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で、2% の達成は、数値目標としては掲げられてはいる。その中では長距離攻撃が可能で、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として、複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態である。そのため、少なくとも、日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が、公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物が、こうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれない。マイケル・ギルディ氏は、続けて、一昨年の2021年9月に、オーストラリアとアメリカとイギリスとが、急遽締結を行った軍事同盟、オーカスの件に触れ、それにより、オーストラリアが、原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げている。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は、日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目される。今のこと、ロコ人的にニュース等を確認している中では、この発言に対する、
日本側の意思表示は確認できていないが、韓国の中央日報は、この件を報道し、しかも、日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示している。これは、多分に、韓国自体が、原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対して、アメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるが、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは、好対照な点は、興味深い。しかし、同時に、この2023年1月10日から、開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当している、ダリル・コードル大将が、予定の10隻に、4隻も潜水艦が足りないと、発言しており、アメリカの現状を嘆いている。アメリカ海軍では、最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を、近年も、年間2隻のペースで、発注を行っているにもかかわらず、また、年間で10隻が予定されている、大規模なメンテナンスも滞っているとされている。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題等で表面化していたことに加え、昨年から始まり、今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、深刻な問題に発展しているようだ。アメリカが、自国海軍に対しても、原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づき、オーストラリアにバージニア級を融通するとみられた動きにも影響を与えるだろう。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカからならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたが、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきた。そのため、本命は、アメリカからのバージニア級と召され、新ゾブン数隻と残りは、オーストラリア国内で建造する体制を整え自国建造する方法が有力視されてきたが、ここに来て、かなり、この動きに陰りが見えている、感は否めない。アメリカで、オーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から、供出する案も聞こえてはいたが、この場合、潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われている。結局のところ、オーストラリアは、原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦である、コリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られている。さて、肝心の日本であるが、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置、維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についても、粗相の措置は備えているとは思われる。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる、労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも、運があるだろう。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に、限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平洋型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足している。例えば、イギリス海軍であれば、攻撃型潜水艦も、すべて原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が、6隻の合計7隻の保有に止まり、数の面では、日本よりもはるかに少ない。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだが、収益中であるのは、
リュビ級が6隻、最新型のシュフラン級が、ようやく、昨年2022年6月に就役、イギリスと同様に、7隻の体制を構築している。日本の場合、四方を、広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮とは、比較的近距離にあり、通常動力型よりも、はるかに、行動半径や連続潜航時間が長大で、速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは、考える必要はある。何より、海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の体系型でも、現存比は上昇しているとはいえ、一隻あたり、未だ、800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば、建造費は、確実に一桁は上昇する。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって、作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は、制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが、適正な費用対効果があるか否かは、検討すべきだろう。純粋に軍事的な観点からは、日本が攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく必要性があると思えるが、政治的に今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみたい。2022年6月に、翌月の参議院選挙を前に、フジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われた。ここで、番組側から、日本は、今後、原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたが、それに賛同の意を示したのは、日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は、慎重な姿勢を崩さなかった。逆に、はっきりと、日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢は、あえて聞くまでも、なく最初から予想できたというのが、偽らざる心境である。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が、民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろう。与党である自民党は、日本が原子力潜水艦を導入することになれば、膨大なコストが必要と答え、施策として、必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えている。